にちは。ここはアメリカ合衆国ネバダ州ディノ国際空港、ディノタホ国際空港かな。そして今これからね、今飛行機でこれ着いたんですけども、ホテルに向かおうと思います。私が今日泊まるホテルはナゲットカジノリゾートというホテルなんですが、空港発がね、ハーフアワーだから30分前、毎時間30分発っていうことだと思うんですけども、そうするとね、今ちょうど40分なんですよね。行っちゃったばっかりであと50分待つのかということになるんですけど、どうしようかな。まあ、特に早めにホテルに行ったところでやることはないんでね、そんなに早く行っても仕方ないから50分ぐらい待って、別にこの空港の中うろうろ探検してみてもいいかなと思うんですけど、夕焼けがすごい綺麗ですね。これ明日天気になりそうです。夕焼けが綺麗だったら明日天気になるっていうのは、果たしてアメリカの気候に当てはまるのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけど、それぐらいね、あの空がすごい綺麗なんですよね。今の時間は午後の7時40分です。結構明るいね。今日は9月の11日。そうだ、ホテルのシャトルバスのバス停の場所だけちょっと先に確認をしておこう。いるじゃん、ナゲット。あ、いるじゃん。これでいいのかな。ナゲット、ちょうど良かったですね。なんだ、あの時刻表はその通りに動いてないのかな。それとも今この期間だけ特別限定中なんですか。そのエアショーをやってる間ね、いろんなシャトルバスが臨時で出たりするっていうことがそうなんですけど、着きました。シャトルバスで10分ほど、なんだっけ、ナゲットカジノリゾートホテルっていうね、あのカジノってついてるぐらいだから、多分中にもカジノがいっぱいあるんでしょうけど、結構ね高そうなホテルなんですよね。部屋を見たらね、結構立派な部屋がたくさんあるような感じになってるんですが、私が今回はここに2泊する予定にしてます。でその宿泊、気になる宿泊料金なんですけども、1泊でね4500円ぐらいということで、2泊でもね1万円いかないんですよね。だからなんでここにしたのかっていうのは、その安さもあってここにしたんですけど、ここが一番安かったんですよね。とてもそうは見えないんですけど、とりあえず今チェックインして部屋に行きましょう。はい、チェックインしました。カードでねもう一回確認で、これ最初にデポジットっていうか一泊分を先に払うということになったんで、それの確認ですっていうことをこう言われてたんですけど、なんかね200ドルって書いあの表示で出たんですよね。それで確認してくださいって言われて、2万円 そんなことはないなと思ったんですけど、もうなんか面倒くさいからいいやと思って、どうせね それでも一泊1万なんで、まあ、全然安い方だとは思いますよ。こんなところでね、まだ向こうにもカジノがたくさんあります。スターバックスがあって、その先を左に曲がったところにエレベーターがあるから、それで上がるそうです。まあ、こういうところなんでね、カジノでお金を使ってもらうために宿泊費自体は安くしているということだとは思うんですけれども、これなんだ、両替機 ATM か、上がりましょうか。ここにレストランがあって、朝はビュッフェが1000何百円かで食べられるみたいなんでね。これなんかディナーもやってるのか、今日お腹減って夜食べてないんですけどね、どうしようかな。16ドル17ドル、フライデー&サタデー、今日はチューズデーじゃない、ウェンズデーだから大丈夫ですけど、 ここまで高くはない、高くはないですけどね、別に25ドルぐらいだったら。12階の21は まだ先だな。ありました。じゃあここにカードをピッとやって、多分これで開くんじゃないのかな。あ、開いた開いた、これで開くのか。で入りますよと。これカードをどっかに挿したりとかいうことはしなくても良さそう。これがこれなんか電気。はい、ああもう全然十分な広さです。これで1泊1万なら安い方だよな。あの食事はね、あの当然というか当然ついてないんですけど、朝もね、だからさっきのブレックファーストのところでそれで払うんですけど、それでもまだ10ドルなんでね、いやーいいんじゃないですかね。ちなみにアメリカは日本のコンセントがそのまま使えますんでね、こんな感じでコンセントもあります。ただし電圧はあの高い240とかになってるはずなんで、あの変圧器付きじゃない充電器とかを使うと壊れます。コーヒーと水、あ、そうだ、確かねここ冷蔵庫がね
ないんですよね。これ何の お手洗いとか流しみたいになってるな。お風呂見ましょうか。お風呂ね、電気、あ、電気ね、電気ここにありました。電気ポッとつけるとちゃんとバスタブまでついてるわ。すごいすごい。またトイレが一緒なのは仕方がないです。これはもうアメリカでは当たり前のこと。さあ窓を、景色はどうかな。12階だからね、そこそこ高いとは思うんですが、ちらっとこれはどっち側なのかな。あ、道路が見えてるから北側か。この下にね、高速道路がもう走ってるんですね。これ西に向かっていくとロサンゼルスの方まで、違う、サンフランシスコの方まで行くはずです。東に行くと、なんだっけ、ソルトレイクとかあっちの方に行くのかな。ちょっとその辺よくわかんないです、適当に言ってますけどね。とりあえずこんな感じのところですね。あれね、冷蔵庫あったわ。この棚下と下ですね、これ。こっちか。うん、十分だ。鍵も、鍵じゃなかった。あの金庫もあるしね。アイロンまでついてますよ。すごいな。やっぱカジノに行くときは清掃をしてビシッとしていかないといけないと。そういうことですね。うん。ハンガーも6つもある。2人部屋でこの人です。これは多分非常ドアかな。非常ドアでしょうね。これは7階、ちょっとやめとった方がいい。隣の部屋に行くっていうことはないと思うんですよ。隣の部屋に行くんだったらこっち側にもドアがあるはずなんでね。まだ分かんないですけど、大きなテレビもあって、まあ、こんな感じですね。はい、それではまあこのホテルに、まあ、ちょっと紹介してみようかなということで撮ってみたんですけど、あのね、一番安かったんですよね、ここがね。他のいろんなホテルはあるんですけど、で安いし、ですぐ下にねバスターミナルがあるんですよ。だからバスターミナルがあるから、リノの街の方に行くにもね、すぐそこのバスターミナルまで行ったらちょっとバスに乗って行けるわけなんで、なんかいろいろ置いてあるから、まあ、これは後でね、ちょっといろいろ見てみようかなと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。